竹内さん、喧嘩とかしたことある？まあ、ないですけど。俺ね、小学生ぐらいの時かな、うん、あの、一時期ローラースケートで学校帰ってた。関係ないやん。関係ないやん。ロックマインドのネットコに憧れて。ダサ。履いてたな。ネットコに憧れて。ネットコって。サッカー部みたいに言うね。めっちゃバリシムやと思って。ネットコにだからロックマン。竹内、タイマンとか貼ったことある？いや、ないよ。あ、そうなんや。俺、小4ぐらいかな。の時には、もうランドセルじゃなかった。はぁ台湾の話どこ行ったの？何？ランドセルじゃなくて、ランドセルに台湾で買って。うまくない、うまくない。竹内にさ、一個聞きたいねんけど、コンクリートの味知ってる？中1ぐらいかな。の時に、外で、弁当食うてて、で、唐揚げ落として、3秒料理やった時、あれコンクリートの味やん、マジで。若かったー。若いってことじゃない、幼いだから。竹内、砂の味知ってる？何やな。いや、マジで。あ、ないか、やっぱ。知らんか。これ俺が、下人の時。下人？いや、じゃあまだなってないから。何下人？お母さんがおらんなって、ずっと見てくれてる人がおったんやけど。だからさ、一回、俺が暗殺されそうになった時に、もう間違えてその人殺しちゃって、で、パッて見たら、いつも俺のこと守ってくれてる人で、そっからうわーってなって、額に、愛って。そのガーラやったよ。ガーラのエピソードやったよ。自分の武勇伝みたいに言うんだよ。あ、ごめん、これ、ガーラの武勇伝。ガーラの武勇伝。ガーラの酔っ払った時話しちゃった。竹内、あの、絶対に変えることのできない運命知ってる？知らないよ、俺。これ、俺が、めっちゃちっちゃい時。なんで？ 5 歳ぐらいの時の話じゃないけど、親戚の人の遺体を、他の里に、渡すのが交換条件みたいな言われた時に、俺のおとんが代わりに行きます、僕が死んで行きますみたいな言って、でも俺のおとんって分家やから死んでもその経験会が守られるから、その自分の意思で死を選ぶおとんの変えられない運命、お前知ってる？お前ネジやんねん。それネジの武勇伝やん。ネジの武勇伝やん。ネジの武勇伝やからお前それ。ネジが3件目で話すやつやんか。お前だけに言うけどさ。お前、言ったら発揮するから。竹内さ、仕込んのかけらって知ってる？